空振り三振、2者連続三振。バッターはピッチャー大瀬良。背番号14。第9投げました。外角低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目。変化球ストライク、アウトコースへ。第3球を投げました。154キロ直球。空振り三振。大瀬良三球三振。先ほど打順はトップに帰って田中、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました。打った。バットが折れた。掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。カープわずか3人で攻撃が終わりました。序盤終了しまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは大城。危ない球。第2球投げました。インコース低め、ストライク。投球はこれから3球目。空振り。タイミング合いません。次が4球目。投げた。ボール。第5球投げた。打った。ファールボール。次が6球目。投げた。打ちました。レフト前に出る。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番松原。第9投げた。初球はストライク。第2球投げた。見送ってストライク。投球はこれから3球目。ボール。第4球を投げました。ボール。次は5球目投げました。見送ってボール。次が6球目投げました。アウトコース低め。空振り三振。バッターはピッチャー菅野。第9投げました。危ない球。第2球投げました。低め。スプリット外れてボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。直球ストライク。追い込んで第5球投げた。直球。見逃し三振。大瀬良下位打線を三者凡退、0点に抑えています。4回の表が終わって1対0です。カープこの回は2番からの好打順。先頭バッターは菊池。第1打席はライトフライに倒れています。第9球危ない球。第2球投げた。ストライク。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第3球を投げた。ボール。低め。次は4球目投げました。直球決まってストライク。追い込んでから第5球投げました。絶対痛烈な当たり。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは3番西川。第9投げました。初球スライダー空振り。初球空振りから投げました。打ちました。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは4番鈴木。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。アウトコース高めいっぱい、ストライク。いきなり154キロ。投球これから2球目。決まった。ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を投げました。ボール。
第4球を投げた、打ちました、ファウルボール。次は5球目、投げた、打ちました、三遊間の当たり、坂本掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジか。結局三者凡退、無得点に終わっています。4回の裏が終わりまして1対0です。ジャイアンツ、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは梶谷、投げた、おっと自打球、第2球打ちました、切れていきます、ファール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、打ちました、いい当たり、二遊間ライナー破っていった、センター前ヒット、クリーンヒットです。梶谷ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番若林、まずは一塁牽制、タッチセーフ、もう一回一塁へ牽制球、第1球決まった、ストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、これはストライク、二塁送球は盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。第3球を投げた、内角低め、見逃し三振。第1球外角、ボール。第2球カットボールはボール。第3球を投げました、外角見送ってストライク。投球これから4球目、打ったいい当たりだ、行ったか、どうだ、入るか、センター下がった、ワンバウンドヒットになる。ジャイアンツ1点入りました、2対0坂本タイムリーツーベースヒット。カープなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは4番岡本、今日はサードライナーとセカンドゴロ。第1球投げました、アウトローを見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げました、カットボール見送ってストライク。第4球を投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球初球決まってストライク。さあ次の投球、まっすぐ空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、低め、ボール。投げた、インロー際どい球、ボール。さあ投球は5球目、ストレート、空振り三振。5回の表が終わって2対0、ジャイアンツリードを2点としています。5回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは松山、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目空振りから投げた、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。さあ4球目、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、入った、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。バッターは6番クロン、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げた、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、インコース高め、フォークは外れてボール。第3球を
投げました。外れた。ボール。さあ4球目打った。ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは7番堂林。今日の第1打席はスイングアウト。第9投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目顔の前通過。投球はこれから3球目決まってストライク。タイミング合いません。第4球を投げました。打った。ライト前進。ヒット。堂林、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスには相澤。第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。タッチしてアウト。盗塁失敗に終わりました。さあリプレイです。初球ストライクから投げました。見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目投げた。ボール。外角低め。投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。岡本下がっていった。レフト前ヒット。相澤ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。ピンチヒッターは長野。第9初球空振り。いきなり154キロ。第2球ストライク。バッター追い込まれました。第3球は1球外した。ボール。第4球を投げた。スライダー。ボール。さあ5球目。外角低め空振り三振。バットが空を切りました。前半が終わりまして2対1。カープこの回1点を返しています。大瀬良降板。右の島内、今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。スライダー決まってストライク。さあ次の投球、会心の当たり。サードから一塁送球アウト。ウィーラーいい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。ボール。まずは膝元。第2球投げた。打ちました。フラフラッと上がった。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番松原。ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました。ボール。第3球はインコース低め、ストライク。第4球を投げました。低めのボール引っ掛けた。取ってこれで3アウト、チェンジ。島内三者凡退、無得点に抑えています。6回の表が終わって2対1です。カープこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは田中。今日はショートゴロとセカンドフライ。初球からウィーラー、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第9投げました。打ちました。初球打ち、ライナーだ。レフト前ヒット。菊池いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは3番西川。第9一塁ランナー走った。キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球投げました。完全に外れた。ボール。第3球を投げました。流し打ち、レフト前クリーンヒット。西川ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。リプレイをご覧ください。バッターは4番鈴木。大きな声援が届いています。第9
初球スローカーブ空振り、少し迷ったか。第2球投げた、直球見送ってストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、打ちました、ショート左、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。